本日は町田市立のつくしの小学校に来ております。本年は作品展の開催となっておりますので、絵画や工作物の展示が行われております。5年生は絵画です。アポリジニアートに触れてというふうに書いております。オーストラリアのアポリジニにこのちなんだ作品が掲載をされております。こうした中にカンガルーがありますので、やはりこの雰囲気を示しています。私自身はこのアポリジニの作品を見るということは今までは初めてですので、非常にこの印象的な感じを持っておりますが、この動物の図形に非常に特徴があるようです。蛇があったり、カンガルーがあったり、こちらはクジラの絵ですね。そうしたものが並んでおります。そうした作品を頭にイメージに置いて作られた作品がたくさん並べております。このそれぞれの学年、工作物と絵画が発表されてますが、5年生の作品は絵画の部門を撮影をさせていただきました。オーストラリア大陸のアポリジンのアートにこの影響を受けた作品を皆さんがそれぞれ描いてくれております。終わります。